はい、というわけでやってきました大勢の九州旅でございますけれども、今回は熊本県に来ております。イエーイ、来ました熊本。というわけでポテチ専門店に来てるんですけれども、ポテチ専門店って珍しいよね。珍しい、珍しい、まず見ない。いや今日はちょっと楽しみっすよ。ちょろっとポテチ見てきたんですよ。味の種類がもう、まあ、何があって何もう何十種類ってあった。あれだけじゃないしも。あ、そうなの。まだまだまだあんの。やばいね。いやちょっと楽しみっすね。ということで、熊本にあるポテチ専門店、早速みんなで見てみましょうよ。レッツゴー。早速まずね、ポテチの方から見ていこう。ウィよし、これすごいね。これ全部ポテチです、まあ、1回数えるね、味の種類です、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 21種類。これ以上あるらしいよ。マジでやばくね。まだまだあります。21種類じゃないですよ。あ、21種類以上あるらしいわ。一旦お店に出てるのは21種類だけど、別に親子たちは中でまたその場で作ってくれる。あ、そうなんだ、すげえ。なんか甘いのから辛いのまでしっかりあるわね。ということで、ここね、気になったポテチの味があったらなんと試食ができるみたいです。やばくない？俺が気になったのはこのペッパーマヨネーズ。あー、いいね、うん、ペッパーマヨネーズとキムチキリな。あ、絶対うまいわ。でもその2つちょっと試してみる。いいですか？ありがとうございます。お、見て、でかっ、マジで、でけぇ、でかいし、なんか分厚い、分厚い、めっちゃ分厚い。ちょっともうこれ試食だからね、買ってないから、うん、試食でこれ食べるとやばい。いただきます。音、うん、うん、やば、音めっちゃいいね。じゃがいも、ポテチじゃない、やっぱりポテチ専門店違いますわ。別物だ。じゃがいも食ってる感じ。薄いチップスをこうバリバリ食べてる感じじゃなくて、うまっ、しっかり。なんか、あ、キムチもいいですか。はい、ありがとうございます。キムチ味もいただきます。うん、で待って、これめっちゃ好き。やばマジで美味しい。ありがとうございます。テンション上がってきた。全部買っちゃう。見ちゃう、見ちゃう。全部見ちゃう。全部見ちゃう。これ試食でお腹いっぱいになっちゃうね。そう、マジ。どれ食べていいですかね。どれ食べていいですかね。どれ食べていいですかねって言ってたら、もう全種類試食してもうそれだけで腹いっぱいだ。こんな種類あるからね。このポテチ専門店なんですけど、ポテチ専門店なんだけど、ちゃんとそれ以外のランチ営業もしてるんで。あ、ランチもあるんだ。ちょうど今作ってくれてる。まずフードがカルボナーラ、ジェノベーゼ、キーマカレー、ポテトサラダで、ドリンクもちゃんとある、うん、俺らこの3つ頼んでんだけど今、うん、結構それが本格的で、生パスタとか卵もめっちゃこだわって作ってる、いや、ということでまずね、このランチ営業もやってるってもう結構ポイント高いです。ポテチだけじゃないよ、楽しみ方はってね。じゃあ今からちょっと気になるポテチを選んで、うん、何袋か食べていきましょうか。お願いします。行きましょう、行きましょう。増やして、夜営業したら当たりそうな気がしてる。これ全部俺の。返してる。見てもらう、見て。これ、バナーラがめっちゃうまい。え、なにこれ、ポテチだけじゃなくて、しっかりランチもうまそうなの。見て、ポテチ、ポテチ添えてるの、そして。うえぇ、忘れてないね、ポテチもね。うわ、うまそう、カルボナーラ。え、えぐい、全部もう俺のマジでうまい。カルボナーラえぐいて、えしても。みんなポテチだもんね。みんなポテチ食ってくんない。マジかよ、全部俺のだから。それも俺の、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 俺の。昨日ジョグでめっちゃ食べてたよね。ねえ、ジョグですか。行ったよ。おもろから揚げ付けしてたけど、全部日本一緒に繋がってるやつで、こうだから一回日本って俺それずっと見せて、でも話に集中じゃん。集中してるふりしてめちゃくちゃでしょ。返して。おった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 。これめっちゃうまそう。ラッシーバリうまそう。これラッシー。あ、これラッシーなんだ。ココナッツ？ラッシーってなんだっけ、わかんねえんだよな。ラッシーって何？ハルキさん、ラッシーって何？知らん。
なんだっけラッシーって聞いたことあるけどね。見て、キン。本当やん。うわ、うまそう。間違いないね、このカレーは。そのまま長井くんの口に。うまい。うまいよね、マジで。あゼウス。うわ、最悪。やったわ。すみません。お前、ゼウスとか言ってるからだ。ゼウス、バカにしたら、バカだったわ、やっぱり。やっぱ髪はバカにしたらダメ。うわ。こっちに。いいよ、これ。生パスタですよ、生パスタ。まだあげる？まだいこう、まだいこう。で、ポテンシェあと2種類。あと2種類。これ何？キムチとペッパーマヨ。あとなんか、シーズン。2種類。ね、あとね。ちょっとパスタ食べてみて。いただきます。どう？やば。シンプルにうまい。みんな一個ずつシンプルに後出しで頼んだ方がいいレベル。ちゃんと食べたい。ちゃんと食べたい。わかる？超うまい。マジで。そして今回頼んだポテチがこちら。香りがいろいろとすごい充実してる。やべえ。匂いすごい。うわー、いっちゃったよ。ありがとうございます。箸でつかむ。そう、なんか分厚さを取った。これやばい、これやばい、これやばい。でけえ。めっちゃこれ食べる。こんなんありますよ。マジで。うわ、でか。じゃあ、これからいきます。お願いします。のり塩ね。分厚いポテトチップス、いただきます。はい。うん、うん、やっぱね、じゃがいも感がすごいわ。ポテチじゃなくてなんかポテト食ってる気分。うん、ちょっと固めるポテトみたいな、ちょっと固めるポテトみたいな。すげえ、うめえ。ちょっとみんな食べていいよ。出た、これ食べたい。いっちゃって、いっちゃって。これはペッパーマヨだね。よかった。音すごいね、マジで。やばいやばい。あ、めっちゃちゃんとついてる。あ、薄味とかじゃない。そう、マジでちゃんとついてる。あの、後半の袋開けた時のあの後半の下に溜まる感じが最後のポテトつけるじゃん。それがもうずっと続くみたいな濃いやつ、最後の。あ、人も多いね。この生パスタ、うめぇ。うめぇ。食い方汚いの、どうにかした。これ、これ全部一人で食ってる。おお、まあまあまあ。何言ってるわよ、こいつ。いや、あげる。貸して。だって、俺運転手じゃん。確かにね、エネルギー必要だもんね。運転しつつ、DJ しつつだ。忙しかったもんね。それは美味しいもの食わせてるって感じ。楽しかったよ、さっきのドライブ。楽しかった、ありがとうございます。プラス内部の人間。うん。すごいな、俺こっち。いただきます。ラッシーです。ラッシーって何？マジ大好きなんです。いただきます。あ、マジでうまい。え、どんな感じなんですか、ラッシーって。飲むヨーグルトみたいな。うん、そんな感じ。ちょっと酸っぱいね、レモンラッシー。体には良さそうだね。めっちゃ美味しい。一回飲んでみる。これとポテチ一緒に食べたくなるね。あ、いいね。おいしいおいしい。朝とかこれいいかも。そうね、これ結構辛い。よー、めっちゃうまいよ。多分明日俺めっちゃ人気できる。ラッシーめっちゃうまい。うまそう、カレーいいな。ほんとよ。ペッパーマヨうま。一口以上が多い、一口も食べてない。俺も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 一人で食えなかった。ねえ、一人で食えなくなってた。くいくいくい、マジ欲しい。わー、あれチートル。頑張っていい。待ってよ。うまいよね。キーマカレーとか買った。俺これとカルボナーラ食ったことプライベートで何回か来てる。うまっ。うまいよね。そうです。いい。
みんなほら、一番大事なのはこのポテチだからね。これマジで。ちゃんと感想聞かせて。どうなのどうなの。米しか勝たんなんじゃないの。うめえなこれ。やべえぜ。やべえぜ。スパイシー結構うまい。しかしハレキさんのその乗ってんですたまれにたまった欲望を。いったよいったよいったよ。サクサクすぎるうまい。あごめんピントがちょっと出てた。うん。なしゃね。で、ちょっと薄さ見える感じ。ギザギザギザ。ねえ。なんかさ、まあ、辛いポテトチップスもあれば、甘いポテトチップスもある。バランスが取れてるのいいね。この。ハニーバターポテトチップスうまい。思ったんだけどさ、これでさ、これ満足感じゃん、うん、何十種類もあるって考えるとさ、だから迷うよね。ねえ、行った時サーティーワンみたいな感じ、うん、これ相当多分揚げ方とかもね、こだわってるらしいよ、うん、なんかじゃがいも24時間寝かせるとか言ってた、うん、なんかもう食べたら分かるこのこだわり具合。いやー、やっぱ専門店でいいね。こっからさ、ホームパーティーセットとかにしてさ、うわぁ、いいね。バイトバイトの友達とか、確かにワンツーズキ用のパックみたいな、うん、で4800円とかでさ、うん、さすがやっぱ違う。いろいろ試行錯誤です。で、どこってなって、そこに来ていた10人とかが、うん、一人一人誰かに広めたら、うん、1人10人広めたら100人、うん、おぉで、100人の顧客が出てる。ビジネスモード入ってるやん。あ、そうです。やめてやん。わからないわ。それだけな方は公式 LINE から外部 LINE あるんで追加登録。営業しないでください。マルチマルチマルチね。おかしくない。同じ人間だよ。自分の好きな味ポテチの味を選べるっていうのは強い。うん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 。はい、コビーダデバタタ、みんなも行ってみてね。イエイイエイイエイ。いやー、食べたね。お腹いっぱいですわ。美味しかったね。なんかさ、ここのポテチいっぱい食べたけど罪悪感なくない？ないないない。ポテチって大体ちょっと脂っこくてさ、ムッってくるけど、食べた後にムッと来ないのがこのポテチでいいと思う。野菜チップ食べてるから。そう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 。ランチもちゃんと美味しかったね。だからもうランチもちゃんとね、美味しいし、ポテチメインで来てほしいですけど、もしそれで足りないって方はランチもあるのでね、楽しんでほしいです。動画に映ってたのが店内でポテチを食べてるシーンだけだったと思うんですけど、あのここテイクアウトもしっかりできるお店なので、うん、まあ、ここからさ、あそこも近いじゃん、絶景の阿蘇とか。だからドライブがてらこうポテチ買っていって、なんかポテチ食べながら阿蘇ドライブするとか。最高だね。そういうなんかね、ドライブプランの中の一つに入れてもいいんじゃないのかなと思ってます。熊本県にあるね、コミーダデパタタさん、ぜひ食べに来てください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。おーっ、バイバイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったらグッドボタンとコメントガンガン待ってるぜ。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしててくれよな。バイバーイ。